いたか。こっちの方だ。俺様にかかればライオスもシオンもちょろいもんだぜ。なんだよ、またあんたかよ。悪いけど俺あんたのことなんか何にも知らないぜ。なんで俺があんたを部屋に入れなくちゃいけないんだよ。どこがお願いしてる姿だよ。それに誰が可愛いって。そうだったっけ。そう言われればそんな気も。しょうがねえな。ほれ、入れよ。うるせえな、これでも優しくしてるんだ。それで、あんたは一体どこの誰様なんだい。食うだけ食ったら今度はだんまりかよ。家出だったら早くパパやママのところに帰った方がいい。今頃みんな心配して探し回ってるぜ。で、今度は涙攻撃かよ。たく。わかった。わかったよ。何も聞かないから。なんで俺様がこんな目に。こんなところフラフラ歩いてたら不審者ってことで衛兵に捕まってどんな目に。あ、さっき王宮の方で侵入者がどうこうって言ってたけど、まさかあんたが。お休みのところ失礼します。先ほど王宮内に不審な女が入り込んだとの情報がありまして、ご注意を。あ、お前は。見つけたぞ。おとなしくしろ。ちょっと待ってくれ。そいつはその俺の連れなんだ。俺を待ってられなくて勝手に入ってきたらしいんだ。お言葉ですが、先ほどからの対応からすると、この女、いえ、このご婦人にはご面識がないように見受けられますが。まあ、面識がないことはないんだけど。
ここは俺の顔に免じて勘弁してくれよ。俺もいろいろ調べたいことがあるからさ。なるほど、いつかおこぼれに預かりたいものですな。まあそういうことにしておいてくれや。わかりました、すべてギルス校にお任せいたします。サンキュー。ところでこの間紹介してやったあの子とはどうだった？それはそれは。うそうかいそうかい。な、お勤めご苦労でした。はっ、それでは失礼いたします。ねえ、別の意味で危機一髪だったな。もうまあ全ての女性には優しくってのが俺様のモットーだからな。ところでそろそろ正直に話してもらおうか。どうしてあんたが俺のことを知ってるのか。はあ、っていうことはみんながあんたのことを忘れちまってるっていうわけか。いや、信じるよ。世の中不思議なことがあったっていいじゃないか。俺は臨機応変が心情なの。それに現にあんた俺のこと知ってるじゃないか。あとはそんなあんたが一体どこの誰かってのが分かれば完璧なんだけど。まあ俺あんたが何者でも関係ないんだけどな。人には他人に言えないことがあるもんさ。この俺の心のように。だから俺は相手の目を見て判断してる。あんたの瞳は澄んでいる。だからあんたを信じる。まあそのうち気が向いたら話してくれや、あんたのこと。おしゃべりはここまでにして、さあ行くぜ。この部屋にいつまでも置いとけるもんかよ。さっきは知り合いの衛兵だったからよかったものの、それに俺だって男だからな。とにかく今から俺様の秘密の隠れ家に連れて行く。いいな。あんた、身寄りがないんだろ？だったら、とっておきの場所があるぜ。さ、今から出かけるぞ。こっちの方が出入りが簡単なの。それにあんたがいるんだから、その方がいいでしょう。情報の収集というか、万が一の避難場所というか、まあ行けばわかるよ。さあ着いたぜ。このコロニーの貧民街、王国の暗部さ。その日の生活もままならない人々が身を寄せ合って暮らすところさ。
よし、着いたぞ。ここが俺の隠れ家ってわけさ。とんでもない、頼もしい仲間たちがいっぱいさ。あっと、それを押すのは素人のすることだぜ。もちろん呼び鈴は必要さ。でもここは違うんだ。この呼び鈴はただのカモフラージュ。押す人は知らない人だって教えてくれるって寸法さ。本物の呼び鈴はこの柱の陰にある。誰だ？俺だよ。俺なんて知らないぞ。ハンサムでかっこいいギルスお兄さんだよ。あ、キザ兄ちゃんだ。今開けるね。キザ兄ちゃん。おお、元気にしてたか。今日のお土産は何？今日は王宮でゲットしたリンゴだぞ。わいわい。15人くらいだったかな。先週うららが来たから16人だよ。そうだったか。ごめんごめん。もうだから頼りにならないんだよな、キザ兄ちゃんはさ。戦争や貧困で親を失った子供たちばかりさ。俺が面倒見てる。別にこいつらが勝手についてくるから仕方なくここに置いてやってるだけさ。そしたら自然とガキどもが増えていったってこと。そこがキザ兄ちゃんのキザ兄ちゃんらしいところなんだ。この国にいる間は何日か一度はお土産持ってきてくれるんだ。忙しい時は部下って人が面倒見てくれるんだ。お土産いっぱい。バカ、余計なこと言うな。やーい、照れてる照れてる。うるせえ。お前らなんかにはもう土産持ってきてやらん。お土産。あー、泣かせた。悪かった悪かった。今度はメロン持ってきてやるから泣くな。わい、メロンメロン。現金な奴らだぜ。ところで、お姉ちゃん、誰？このお姉ちゃんはな、これからお前らの面倒を見てくれることになった人だ。まあな、働かざる者、食うべからずってな。こいつらも町で靴磨きや空き缶拾いをして世間の情報を集めてるんだ。それを俺が買ってやってるってわけ。わかった？まあ、あんた次第だけどな。今までにも何人もキザ兄ちゃんに連れられてきたけど、みんなすぐにいなくなってしまったの。お前ら。僕、臭くない？今までの人、僕のこと臭いって。みんな
毎日お風呂に入れるわけじゃないから。私たちだって好きでこんな格好してるわけじゃないのに。俺たち他に頼る人がいないんだ。前ら何もここでそんな話を。ルミナ、あんた。お姉ちゃん、今日も張り切ってるね。本当は別の目的があるんじゃないの？もうすぐだよね、誰かさんが来るのは。兄ちゃんが来るのを待ってたんだ。よ、待たせたな。みんな元気にしてたか？まあ俺だってたまにはこんな格好する時もあるってことさ。折れるなよ。いい子にしてたか？うん、みんな元気だよ。ねえ、お土産、お土産。今日は食べ物はないんだ。どんな。その代わり、おもちゃを持ってきてやったぞ。あ、これボールって言うんでしょ？これ、バットだぜ。グローブもある。ほら、慌てるな。全員分あるから。今日は各国対抗野球大会があったんだ。そのお古さ。さすがキザ兄ちゃん。たまには役に立つ時もあるんだな。あれ、さようですか。仕方ない。もらっておいてやるぜ。何言ってるんだよ。本当は一番楽しみにしてるのは自分の癖して。さっきだって私はあなたの奥様とか言ってたじゃないか。ほう。それはそれは、モテる男がつらいね。でもさ、現金だよな、キザ兄ちゃんも。今までは週2回くらいしか来なかったのに、今は毎日だもんな。お姉ちゃんに会いたいんだろうけど、ころこつじゃね。このガキ、そんなこと言わなくていいんだよ。あれだ、ここのところ暇なんだよ。そう、暇、暇。くそ。ねえ、ギルス兄ちゃん。
あ、どうした？これ、あげる。なんだ？これ、手紙？うん。しかし汚い字だね。いつもありがとう。大好きなギルス兄ちゃんって。これ、お前が書いたのか？でも、いつの間に文字なんか？うん、今日お姉ちゃんに教わったの。他にもいくつか文字が書けるんだよ。そうか、そうか。すまない、俺はこいつらに構っている時間がないから。ありがとう。いや、文字が書ければ将来普通の町で働くことができる。俺はそんな簡単なことに気がつかなかった。これからもこいつにいろいろ教えてやってくれないか。私も文字が知りたいわ。パックも勉強する。おいらも。バカ、勉強は遊びと違って大変なんだぞ。お前なんかに簡単にできてたまるか。できるもん。文字や計算もできるようになって、そして私たちも働いていっぱい稼いで、私たちみたいな子供たちを助けてあげるの。ギルス兄ちゃんみたいになるんだ。お前らいつの間にこんなに立派になってる。父親？俺が？膝、ギルス兄ちゃんがお父さん。お父さんって呼んでいい？ダメ、俺まだ若いんだから。あと10年経ったら考えてやる。ところで、何か不足はないか？何でも持ってきてやるから。でも、こいつらを毎日相手してたら、体が持たないだろう。海な、あんた。もし、よかったら。よかったら、ずっとここにいないか。そうか、そりゃよかった。これで、あのガキどもも喜ぶってもんだ。それは俺だって。そのやった、お姉ちゃんいつまでもいてくれるってよ。よかった、バンザーイ。こら、お前ら大人の話を盗み聞きするな。照れない照れない、素直に喜んだらどうなの。お姉ちゃん仕方ない、本当のこと言うか。初めて会ったあの時からあんたのことが気になって仕方なかった。運命の出会いなんて信じなかったけど、あんたならって思ったんだ。あんたが俺の部屋の前で待ってた時、さすがに運命を感じたよ。俺、あんたのこと好きになっちまったみたいだ。参ったな。ありがとう。それと、これからも
よろしくな。今日はたくさんのごちそうがあるのよ。お姉ちゃんと一緒に作ったの。お祝いにパーティーしましょう。このごちそうは本当にパーティーだな。わーい、パーティー、パーティー。しかし、パーティーとなると何か祝わないとな。ダメだよ。せっかくだからお姉ちゃんの来てくれたお祝いがいいな。膝兄ちゃんに春が来たパーティーでもいいぜ。いっぱいのパーティー。なんだよ、ペンでバラバラじゃないかよ。それもそうか。そうか。じゃあみんなで乾杯。わーい、おめでとう。なんでここにクラッカーなんかあるんだ。そんなものなかったはずだぞ。それにクラッカーって高いだろ。まったく、お役所ってのはくだらないことには金をかけてるもんだな。それがこの頃シオンが随分と台頭してきてるみたいなんだ。ライオスの立場も危ういもんだぜ。もしシオンが首相なんかになったら住みづらい世の中になりそうだぜ。バン、治安が良くなったらあんたやこいつらみたいな連中なんかどうなるかわからないんだぞ。戸籍もない、税金も払ってない不法滞在者なんだから。ライオスがこっちに目を向けないから安心して暮らしていけるんだ。それは無理だな。今の国王は即位したてで各国の調和を重視してる。ライオスの頭越しにそういう命令はしばらく無理だろう。あ、俺？なんだよ、いきなり。それに、なんでそんなこと知ってるんだ。俺が首相？冗談きついぜ。俺みたいな小国の跡継ぎがすんなりと国政に関われるわけないだろ。首相どころか大臣になれるのだってあと何年先になることやら。仮に俺に才能があったって調和重視の今の国王じゃ抜擢なんてな夢のまた夢だね。何か嫌なことでもあったの？もしかしてキザ兄ちゃんにいじめられたのか？いじめはダメなの。なんだよ、大人の会話に割り込むんじゃない。とぼけちゃダメよ、お兄ちゃん。そうよ、お姉ちゃんに謝らないと。分かったよ。ごめんな。さあ、気分を変えて楽しもうぜ。こうして見るとお兄ちゃんとお姉ちゃんお似合いのカップルだよね。バカ、何言いやがる。わーい、赤くなった赤くなった。そう言われるとこれって結婚式みたいだね。わーい、結婚式結婚式。え、結婚？だってお姉ちゃんはお兄ちゃんのこと好きなんでしょ。お兄ちゃんだってお姉ちゃんのことが好きだから毎日来るわけだし。そ
そんなこと関係ないだろ。では新郎新婦は誓いの熱烈中央。そうだよな。でも するか。おいおい、結婚したてでもう夫婦喧嘩かよ。喧嘩するほど仲がいいって言うしね。ねえ、ジュンは？そんなものはない。もうお前ら寝ろ。残念でした。俺でした。また無理しちゃって。ギルス兄ちゃん、あのパーティーの翌日から全然顔見せなくなったものね。お姉ちゃんがこの家に来てから一日だって来なかったことがなかったのに。でもどんなに長くても1週間以上来ないことなんてなかったわ。兄ちゃん、どうしたのかな。でも、今までもそういう時は前もって連絡くれたし。その間だって、誰か代わりの人が3日に1度くらいは様子を見に来てくれてたわ。ギルス兄ちゃん強いから強盗にあっても大丈夫だと思うけど。お姉ちゃん何言ってるの。本当にお兄ちゃんのこと心配してるんだよね。今は拷問の話じゃないでしょ。お兄ちゃんがどこでどうしてるかが問題じゃない。そうだよね。ギルス兄ちゃんが来ない理由、お土産がないのかな。バカね、そんなことで来ないわけないじゃない。考えられるのは愛人だ。ギルス兄ちゃんに愛人。何それ、食べ物。そうさ、男が家に帰らない理由って言えば愛人ができたってことだろ。ひどいわ、お姉ちゃんという奥さんがいるっていうのに。そうよ、まだ新婚だっていうのにもう浮気してるなんて。男の風上にも置けないわ。今頃二人は新しい愛の巣で。愛人っておいしいのねえ。こうなったらお姉ちゃん制裁として黙ってるわけにはいかないわ。裁判よ。お姉ちゃんのそういうところが甘いのよ。それが男を突き上がらせるんだわ。
これはエリザベス。いつもお美しいですな。あら、嫌ですわ。噂では美しい奥様をお持ちだとのこと。いえ、あの程度の女、吐いて捨てるほどいますよ。あなたの美しさにはかないますまい。まあ、お上手なこと。本気にしますわよ。もちろんです。二人でどこか遠くに行きましょう。でもこのことは内緒にしてくださいませ。僕の運命、彼女の。お姉ちゃん、お姉ちゃん、何言ってるの？エリザベスって誰？お姉ちゃん、怖い顔。お姉ちゃん、悪夢を見たな。でもお兄ちゃん、どこに行っちゃったんだろうね。お姉ちゃんをこんなに心配させて。姉ちゃん、キザ兄ちゃん来た？そっか、つまんないな。俺は別に、キザ兄ちゃんなんか来なくったって。でも、他のチビどもが。はーい。でもさ、そろそろ厳しいんじゃないの？食べ物さ、兄ちゃんが来ないからお金も何もないし。俺だってもう働けるよ。今までだってゴミ拾いとか靴磨きとかしてきたんだから。だからさ、いざという時は頼りにしてよ。そんなこと。ただ俺、姉ちゃんのこと。キザ兄ちゃんだ。そんなことはいい。早くどこかに隠れるんだ。いいから早くしろ。ガキどももみんな隠れるんだ。理由？シオンが首相になった。やつがまずやろうとしているのは、この国の不法滞在者の排除だ。戸籍のない人間はみんな牢獄にぶち込まれる。なんとかいろいろ議会に工作してみたが無理だった。浮気？俺が？そんなことより、
奴らの手がこのエリアにまで伸びてきている。急がないと。うん、わかった。こんなこともあろうかと思ってそこの壁に細工をしておいた。ちょっと。言っただろう、ここは俺様の秘密基地だって。しばらくはここにいて、数日経ったら場所を変えるんだ。それとこれ、しばらく会えないかもしれないからな。それだけあれば1年は生活できるはずだ。いつかできることならみんなで、でもあんただけでもティーラングスへ行ってくれ。ティーラングスの高級へ行ってこれを役人に渡してくれ。そうすればこいつらをみんな引き取ってくれるはずだ。費用は俺の資産から出る。ひだ兄ちゃん、姉ちゃん、みんなを連れてきたよ。よし、みんな静かにして、この隠し部屋に入るんだ。お兄ちゃん。よし、いい子だ。いい子だから、静かにして。お姉ちゃんに迷惑かけるんじゃないぞ。見つけたぞ！おとなしく扉を開けろ！くそ！もう嗅ぎつけやがってる。ほら、急いで隠れろ。大丈夫だな。この扉は一度閉めたら中から地下開けられない。それにこの扉は外からしか閉めることができない。元気でいろよ、ガキども。それと最後にあんたの顔見れてよかった。またすぐに会えるからよ。チッ、貴様だけか。うまく逃がしたようだ。おやおや、こら、首相自らの取り物とは、ご苦労なこって。ふん、どこに逃がそうと、この一帯は警備兵で囲んであるのだ。アリノコ一匹逃がしはせん。しつこいな。俺は誰もかくまったりしてないって。あくまでしらを切るつもりか。貴様が不法滞在民をかくまっていること、証拠は上がっているのだ。シオン様、隣の部屋に多くの人間の生活した痕跡があります。布団もまだ暖かいです。チッ、目ざとい奴らめ。仕方ない、不法滞在者幇助の罪で逮捕する。残念だったな、飛ぶ鳥を落とす勢いのティーラングスの君主がこんなくだらないことで身を落とすとはな。な、くだらないことだと。そうではないか。不法滞在民など所詮は犯罪者、しかも労働して社会の役に立つわけでもない。そんなサーヴァントにも劣るものなど生かしておいても意味がない。なんだと、奴らが好きで不法滞在者になったと思ってるのか。一体誰があいつらをそんな立場に追い込んだと思ってるんだ。うるさい、こいつを早く連れて行け。シオン、あんたこの前の戦いで一体何を学んだんだ。この前の戦いだ。人の命に重いも軽いもない。セントフォーリアもガイアも関係ないって言ったあの人の言葉を忘れたのかよ。あの人は俺たちに
全ての人間への愛を教えてくれたじゃないか。あれ、あの人って誰だ。俺何言ってるんだ。何のことだかわからんが、よくさえずるやつ。私だってセントフォーリア、そしてガイアを含めた世界の全ての平和を目指している。そのためには多少の犠牲はやむを得ない。社会の檻を排除しなければならないのだ。今まではライオスのせいで社会の上層にいる人間しか潤うことができなかった。だが世界は変わるのだ。この私が社会の仕組みを変えるのだ。不当に利益を得る上流階級も、世に寄生するだけの不法住民も、何一つ私は許しはしない。それらが全て滅んで初めて平等な社会が生まれるのだ。よくある独裁者のセリフっぽいぜ。なら先に犯罪者どもを捕まえればいいだろう。奴らの方がタチが悪いぜ。よく言うではない。物事は行いやすきことから行い、それに残念ながら世の中には順番というものが、それを望む者がいるなら、いや、何でもない。結局力のある者の意見が優先されるってことだよな。何とでも言え。しばらくはまずい飯を食わせてやるからな。へいへい、三食食わせてもらえるだけでありがたいっすね。先日放棄を変えた。一日二食だ。マジ？勘弁してよ。どうせこの辺りに潜んでいるのだろうが、逃がしはせん。聞こえているなら聞け。私は貴様らを決して逃がさん。イルスの命が惜しければ素直に出てくるのだな。キザ兄ちゃん、捕まっちゃったのか。兄ちゃん、大丈夫かな。まさか死刑とかになったりしないよね。死刑？お兄ちゃん、死んじゃやだ。じゃあ、またキザ兄ちゃんと遊べるんだね。よかった。じゃあ、またパーティーしなくちゃね。パーティー、パーティー、わーい。それまでに、私もっと字が書けるようになる。はーい。340号、面会だ。出ろ。へいへい、た、味気ないね。あんた、どうやってここに来たんだ。市民って言ったって、あんた戸籍も何もないんだろ。エリザベス、どこかで聞いたような名前だけど、まあいいか。ここでの俺の名前、貴族も庶民も区別なしってのは聞いた限りはありがたいけど、実際は味気ないね。罪人に身分なしなんだろうけど、
ここまで待遇が一緒だとは思わなかったよ。なあ、毎日2食だけどね。おかげで無駄な贅肉が落ちてダイエットにはもってこいだがね。普通に考えれば保釈金払ってすぐにでも出られるんだが、なんかちょっと雰囲気が違うんだよな。システムが変わったからなのかな。来週裁判が行われるみたいだから、そこではっきりとすると思う。ここに来られたんならできると思うぜ。何でも法律の近代化ってのがシオンの目的らしいからな。そうか、なんだか迷惑かけちまって悪かったな。そういえばあのガキども元気でやってるか。喧嘩とかしてないだろうな。そうか、早くあいつらに会いたいな。まあ、もし時間がかかるようだったらティーラングスに行く話頼んだぜ。そうだな。340号、そろそろ面会時間の終わりだ。そうだな、漬物、特にぬか漬けとかがいいかな。ああ、お袋の味なんだ、俺の好物さ。サンキュー。ああ、ああそうだ、預けた金貨大切にしろよ。あんたすぐ騙されそうな顔してるからさ。そうか、じゃあせいぜい気をつけてくれ。あ、ちょっといいか、顔に何かついてる。わかったわかった、いいって言うまで目を開けるなよ。騙されやすいんだから。面会時間は終わりです、お帰りください。早く帰ってうがいでもしておけよ。静粛に。これより第2049号事件についての裁判を開始します。被告人は声明を告げてください。ウォンギルス・アカエド・シューマールです。検察側は罪状について述べてください。被告はティーラングス伯爵という地位を利用して国内の不法滞在者を違法に留め援助したものです。被告人は罪状について全てを認めますか。たく仕方ないな。はいはい、認めますよ。検察側は罪状を続けてください。あ、被告人は不法滞在者の援助を隠れ蓑に異民族のスパイを国内に潜入させたものです。なんだって。
そんなこと俺は知らないぞ。被告人は黙っているように。検察側、続けて。ご承知の通り、先日の王宮内への不審者の侵入といい、異民族スパイの侵入によるテロ事件も立て続けに発生しています。王国の権威へ対する武力行為の助長としての被告人の行為はセントフォーリア全体への裏切り行為に値します。我々はその他の裏切り者への見せしめとして厳罰を要求するものであります。嘘だ、俺はそんなことしていない、信じてくれ。被告人は静粛に。では検察側は証人の証言を。弁護側には証人はいませんか。やめろ、そんなとこで目立つな。誰だあの女は。傍聴人のエリザベス、ルッコー教の娘、エゴか。傍聴人は証人ではありません。黙っているように。なるほど、いい考えか。では検察側、休刑を。本来なら売国行為として極刑が望ましいのですが、これまでのティーラングスの王国への貢献を考え、恩情ある刑を求めます。その刑とはズバリ、タルタロスへの流刑。タルタロス。それでは以上でこの件についての判決を言い渡します。判決は、やられた。ティーラングスさん、ティーラングスは前の対戦後急に勢力を伸ばしてきたんだ。今までイーブルランドやシーノレキアの名画で不平不満を持っていた国を口説き落として、ティーラングスを中心とする第三勢力を作ってきたんだ。それを脅威に感じたどちらかの陣営、ひょっとして両方かもしれないが、そいつらの誰かがティーラングスを潰そうと画策したんだ。まったく、俺としたことがどうしよう踏んだもんだぜ。仕方ないだろう、誰かさんに夢中だったんだからよ。でもそれもこれまでだな。さすがの俺も今度ばかりは無理だ。セントフォーリアの最北部に位置する惑星タルタロス、別名氷の惑星。平均気温マイナス120度以下の極寒の世界。そこにあるのは凶悪犯罪を犯した奴らの強制労働所だけだ。そこに送られて帰ってきた奴は未だにいないな。俺そんなにシオンに恨まれてたかな。ま、本来は死刑以外の何者でもないはずなんだが、なんで死刑にしなかったのか。そりゃ無理だよ、奴らがそんな甘い計略を立てるわけがない。証人なんて嫌しない。それはダメだ、そんなことしたらあんたが捕まる。バカ、あんたが捕まったらあのガキどもはどうなる。あんたがいなくなるだけじゃない、
もしかしてあいつらも捕まってしまうかもしれないんだ。もうどうしようもない。あいつらを頼む。おいおい、一体何が行われるんだい。何でもタルタロスに流刑になるティーラングスの君主が護送されるってことらしいんだが、噂によると異民族のスパイを送り込んだ極悪人らしいよ。いっぺん顔でも見てやろうじゃないの。そりゃとんだ悪党だな。石でも投げてやろうぜ。そう思ってもう握りしめてるんだ。ねえ、ここにいればキザ兄ちゃんに会えるのか。なんだか怖いわ。ギウス兄ちゃん、ねえ帰らない？あ、来た。この裏切り者、死んじまえ。今まで散々いい思いしたんだろうが、黙ってみろ。貧乏市民の怒りを思い知れ。こら、やめんか。くそ。あ、ギルス兄ちゃんに一度。お兄ちゃん、ひどいわ、無抵抗な人に。ギルス兄ちゃん、キザ兄ちゃん、うわー、やめろー。俺たちの兄ちゃんをいじめるな。私たちお兄ちゃんの子供なんだから。僕が許さないぞ。お兄ちゃん大丈夫？お前らブルミナ、あんた、おら、勝手に近づいてはいかん。あ、はい。あんた、一体。キザ兄ちゃん、今まで生意気言ってごめんよ。俺男が泣くんじゃない。一番年上なんだから、弟や妹たちを守って頑張るんだぞ。ユズ兄ちゃん、私もうお姉ちゃんなんだろ。頼んだぞ。頑張る。お兄ちゃん、もうお土産持って帰れなくなっちまったな。ごめんな。僕お土産なくて大丈夫。そうか、そうか、いい子でな。これお姉ちゃんにポジと一緒に指紋を触ったの。そうか、ありがとう。大切にするよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みんな喧嘩しないで助け合っていけるんだぞ。何しみったれた顔してるんだよ。俺のことなんてパッと忘れてさ、みんな幸せになれよな。ルミナ、あんたは特に幸せに。じゃあな。え？あーっとストップ。そこまで。そこから先を聞いちまうと、俺あんたの一生を縛っちまう。あのガキどもなら大丈夫さ。今までだって生きてきたんだ。あんたこっちの世界の人間じゃない。そんな気がする。だから俺のことは忘れるんだ。あんたの気持ちは分かってる。
ここまでだ。ボケボケ。姉ちゃん、どうしたんだよ。急に片付けなんか始めて。引き上げるってどこへ？ティーラングスって兄ちゃんのふるさと？嫌よ。私この家を離れたくない。私も嫌。お兄ちゃんの思い出の残るこの家を離れたくない。そうだよ。今はそんなことよりキザ兄ちゃんを助け出すことを考えようぜ。そうさ、タルタロスへの出発は明日なんだろ。今夜なら忍び込んで助けられるよ。脱獄、脱獄。なんだよ、姉ちゃんはいつからそんな弱虫になったんだよ。そうだよ、前のお姉ちゃんだったら何を置いても助けに行くのに。私もお兄ちゃんを助けに行きたい。僕も。私も。お願い、お姉ちゃんも行くって言って。そんなこと言わないでよ。本当はどこかにキャバリアを隠してるくらいのこと言ってよ。なんだよ、見損なったよ姉ちゃん。私もこんなお姉ちゃん嫌い。お姉ちゃん、今からでも遅くはないわ。力を貸して。姉ちゃんのバカ意気地らしい。あ、待ってよ。あ、おやすみなさい。僕、お姉ちゃん大好き。おやすみなさい。なんだよ、見損なったよ姉ちゃん。私もこんなお姉ちゃん嫌い。お姉ちゃん、今からでも遅くはないわ。力を貸して。何カッコつけてるんだよ。俺を置いて兄ちゃんを助けようなんてカッコつけすぎなんじゃないの。そうはいかないよ。これでも俺は男だからね。男は死に場所が大事だっていつもキザ兄ちゃん言ってたからな。
様がもう一人来たみたいだよ。お姉ちゃん、さっきは嫌いなんて言ってごめんね。大丈夫よ、心強いパートナーがいるから。パートナーです。でもパートナーって何？お願い、私たちもお兄ちゃんを助けたいの。仲間に加えて。じゃあ私たちも加わっていいのね。ギルス兄ちゃんの子供たち総勢16人準備完了です。俺たちキザ兄ちゃんと一緒じゃなくちゃ嫌なんだ。相手が子供なら敵も油断すると思うの。頑張る、頑張る。行こうよ、お姉ちゃん。ギルス兄ちゃんを助けに。あそこにキザ兄ちゃんが。私たちはこっちの右側のルートを行くわ。お姉ちゃんたちは左側のルートを行って。今はお兄ちゃんを助け出すことが大切よ。これならどちらか半分が生き残れるから。うん、行ってきます。そんなの気のせいだよ。俺ちょっと先に行ってるね。姉ちゃん、ここに変なスイッチがある。押すね。お姉ちゃん、天井が。お姉ちゃん、早く来て。明日はこの世界ともお別れか。みんな無事にティーラングスについてくれよ。ルミナ、あんたは不思議な人だったな。誰よりも優しく、誰よりも強く、誰よりも愛らしかった。あの生まれついての気品みたいなのが俺は怖かった。
だからあんたの前ではあまり正直になれなかったんだ。最後にもう一度だけ会いたかったな。ルミナ、もしももう一度会えるんだったら、今度こそこの思いを伝えてみせる。今なら迷わずに言える。愛してるって。そのままあんた連れて地の果てまでも逃げてみせるのに、もう二度と離れないって誓えるっていうのに。でももう触れることすらできないなんて。ルミナ、せめて夢の中だけでも俺に会いに来てくれ。なんだよ、うるせえな。人がせっかくセンチな気分でいるときに。そう、今何時だと思ってるんだ。こんな時間に、しかも侵入者だ。そういえば初めてルミナに出会った時も侵入者騒ぎがあった。これはルミナじゃないか。どうして彼女が、まさか俺を助けに。バカ、俺に構うなって言ったのに。あ、危ない。大丈夫か、動けるのか。ルミナ、立つんだ。そうだ、あんたがここまで来てるのを部屋のモニターで見ていた。もう俺のすぐ近くまで来てるはずだ。それが俺にもわからないんだ。ルミナ、時間がない。もう戻るんだ。あんたが来てくれた、それだけで俺は十分だ。ありがとうルミナ、本当に好きだったぜ。ルミナ、俺は…でも、どうやってここに？俺を助けに…そうか、一人でなんて無茶だ。大丈夫だったか？みんな、子供たちのことか。まあ、あいつらのことだから、そう簡単には捕まらないさ。それより、この警備の中を、よくたどり着いたな。なんだって？まさか。もしかして、はめられたのかも。今までの仕掛けは、ここにあんたを呼び寄せるための罠だったかもしれないってことさ。その通りだよ。
まずは感動の再会に拍手を送ろうじゃないか、二世エリザベス。あなたが他人を語って面会に来ていることは分かっていた。その通り、すでにこのエリアには多数の兵を配備してある。これだけの数、なるほど、さすがシオンだな。だがなぜだ、なぜそこまでして彼女を狙う。知れたこと。その女こそ異民族スパイ侵入のパイプライン。証拠は上がっているのだ。何がおかしい。こいつが、彼女がスパイだって。あんた、気は確かか。その女がかつて王宮に忍び込んだ不審者だという証拠は上がっているのだ。それをお前がかくまった。立派に成り立つ論理だ。冗談じゃないぜ、ルミナは。彼女はな、身寄りのないただの女の子さ。ただ俺のことを偶然知っていて、俺を頼って王宮に来ただけさ。誰がそんな作り話を。本当なのか。俺はかつて王国を売ったことのあるスパイだ。だがあの対戦以降、一度も嘘なんかついたことはない。ではお前は誰なんだ。どうしてギルスや私のこと、そしてエリザベスのことまで知っている。どうだ、何も言えまい。それこそお前がスパイである証拠に違いない。ルミナ、どうする。女王、シューマールの。ルミナ、あんた一体。女王、シューマールの。これはおかしい。言ってもいいかな。言わせてもらおう。とんだクレイジーだ。このシューマールに女王などいるものか。今の王は我が親友ミケールだ。この後に及んでまだそんな嘘を。おい、そんなデタラメは。ルミだ。わかった、俺は信じるよ、あんただけを。私を差し置いて勝手に盛り上がるな。その銃はやめろ。彼女に手を出すことは許さない。もともと不法侵入の現行犯で射殺しようと思っていたところだが、そのついでに脱走を図ったティーラングス公。こちらは正当防衛というわけ。くそ、最初からそういう筋書きだったんだな。当然だ。この世界にカスの命など必要ない。死ね。彼女は殺させない。大した決意だ。だがどこまで彼女を守れるかな。これで大事な彼女も守れまい。ゆっくりこの女が死んでいくところを見ている。彼女だけ殺させるもんか。この気迫は、こ
私が押されているだと。俺は死んだって彼女を守ってみせる。なに、男は俺と女の前じゃカッコつけたがるもんさ。俺こうなればギルス様から先に死ね。ルミナ、あんたは。でも、しかし。なんだ、このオーラみたいなものは。もしかして、彼女は本当に女王？騙されはせんぞ。何をしている？早くこいつらを取り押さえろ。そうはさせるか。お姉ちゃんたちには指一本触れさせないわ。な、お前ら。どんな問題？子供だからって舐めないでよね。やったな、ルミナ。くそ、死なばもろともだ。危ない、逃げろ、女王様。はい、一発だったね。私たちが間に合わなかったらどうなってたか。危なかったです。ギルス兄ちゃん、大丈夫？おい、ギザ兄ちゃん、しっかりしろ！なんだよ、って。あんた、女王様じゃないか。こんなところで何やってるんだ。これは女王様、このような場所に何かご用で。わかるも何もこの潮二度、女王様のこと一瞬たりとも忘れたことはありません。あれ、今までずっと一緒にいた彼女が実は女王様で、女王様が実はずっと一緒にいた彼女？よ？そういえば私はここで何をしていた？それにギルス、どうしてそなたを異民族のスパイだと疑ったりしたのだ？もちろんです。それどころか彼に疑いをかけた者こそ真犯人だろう。女王様、どうしよう、俺結構やばいことしちゃったぞ。そんな、謹んでお受けいたします。それはよかった、さすがだシェードル。何、私もまだまだ半人前だ。お前と二人で立派に国を治めていこう。うまい。まったくやってらんないよな。ベタベタしちゃってさ。
供の教育に良くないわ。僕もベタベタしたいな。仕方ないじゃない、ここでしか一緒にいられないんだし。でもいいのかな、仮にも女王様なんだからさ。なあ、本当に結婚しないのか。でもライオさんまだ未練があるみたいだし、シオンだってその気があるみたいだし。国王、お前の兄貴だって黙ってないだろ。そっか、それじゃ気にするのはやめるか。じゃあパーッとやりますか。とにかくパーティーね。パーティーパーティー、よくわからないけどおめでとう。ねえキザ兄ちゃん、もうキスはしたのか。何ませたこと言うんだ。やあね、そんなこと当たり前じゃない。僕キス見たい。バカ、何嫌がるんだ。そうかしら、愛し合ってるなら関係ないと思うわ。それキス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 。別に嫌というわけじゃないし。でもちょっとこの環境じゃな。あ、外に流れ星が落ちてきたぞ。え、どこ。私拾いに行こうっと。え、僕キスの方がいいな。野暮なことは言っちゃダメよ。さあいらっしゃい。じゃあこっちも。ルミナ、愛してるぜ。Stay with me, もう離さない。
なあ、その、もっとキスしないか？